とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。さっきね、更新だって知らずに、マルチプレイで入ったら、更新されてました。で、マルチプレイで、ある程度まで行きましたね。うん。途中でやられたのよ。すっごい難しかった。まあ、ソロプレイなら、多分マルチよりも難易度は低いと思うので、行ってみましょう。今回はね、21回なのよ。21回、これはね、周回がしやすいの。うん、ただし簡単だったら、それなんだよね問題は。マルチでやった感じではもうとんでもない難易度だった。でもソロだったら多分そんなにはないでしょ。うん、ソロなんだから大丈夫よ。さあ、余裕ですね。確か1階2階は全然余裕だったんだよな。 OK、 行きまーす。いつもはね、1、2階が結構敵が多めに作られてると思うんだけども、今回は別にそうでもなかったよね。いや、出る？いや、そうでもないよね。なんかえぐい感じのやつもいなさそうだし、いや出るね出るね、敵結構出るな。あぶね、スパイダーなかったらあいつ食らってたな。いや意外と敵の HP 高い。どこ？あれ？え、敵がいない？上？あ、おお、いつの間にそこ移動した？いつの間に？まあまあ、とりあえず、余裕ですね。次行きましょう。3階。さあ、3階なんか敵多かった気するぞ。ここは敵が多かった気するな。まあまあ。OK。しゃ、あー、もうもったいない。ちょっと待って、本気で多い敵が。ちょっと待って、壁を使ってなんとか戦おう。凍結したらこの数はちょっと厳しいよ。 OK。 うん、ある程度多くてもね、こういう風に壁使えばなんとかなるじゃなるんだけど、でもそれでもある程度だからね。いや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 、ちょっと待って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 、凍結嫌いだ本当。で、毒ダメージも結構えぐいね。よし、あと1匹。3回クリアでーす。多いな、3回敵が多い。んで、特になしか。あ、え、7階がボスだったんだよね。あのね、マルチで行った時、7階のボスがとにかく強かったのよ。なんか対策ないか。ダイナモ200万、あ、うーん、273、かける20か。いや、大したダメージにならんな。いや、ダイナモでブスってやろうかなと思ったけども、いやいや、そんぐらいのダメージじゃ多分びくともしないわ。ちょっとあそこの対策を考えながらいかないといけませんね。いや、でもなかったような気もするんだよね、対策が。ガチで戦うしか、あそこなんか、なさそうな気がした。ちょっと待って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 。ちょっとえぐい。ちょっと待って待って。おいおいおい。挟まった挟まった。しゃ、鬱陶しいな、こいつ。オッケー。2体交互にプスプス、プスプス来たらもう何にもできない。
2体同時に来たっていうのはちょっと珍しいね。おい4体鬱陶しい。クリアです。あー地雷かな、地雷でいいかな多分。地雷でうまいことボスにダメージを与えれればいいんだけども、それもなかなか難しそうではある。 OK、 ちょっと矢筒をいっぱい取っていって、まあ、後々はねいつも通り、弓でガシガシ与えていく感じでクリアしていきたいところっすね。まあ、まずはねこの前半をしっかりとクリアしていきましょう。まあ1回もやられずにねいければベストかな。5回クリアでーす。若干敵が多い。あ商人、あーじゃあ次だなボスは。そうね、難しいところですよね。まあ無知だろうな、無知で、で耐久力がないからここ、ああそうか金細工ね、クールダウンでいいか。回転も1入れとけね、のスパイダーアーマーでこれでいきます。はい、やっぱ耐久力ないと耐えれないんでね。 OK でなんか入れたいよね。いやもう凶暴化、凶暴化だ。うん、エコはいいや。いや、もう入れとけ。エコー入れとけ。凶暴化か。いいかもしんない。ここに確か出てきたよね。あ、失敗したかな。まあいいや。オッケーオッケー。あっぶね。あ、ちょっと待って。やばい。完全にやばい。これ完全にやばい。やっべ。これはまずい。あーもう、いや、あのね最初にもう完全にガストだけを狙う感じにしよう。 OKOK、 あミスった、最後エコー使っちゃった。よしガストの炎をね食らわなければ大丈夫なのよ。でも食らっちゃうのよな。あーちょっと待って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 、よしガスをもう一発。 OKOKOK ガストいけた。ガストさえいければ大丈夫よ。まあでもガストの炎だけがもうねちょっとなんとかしたいところだったのよ。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるでもここ本当ガチで倒すしかないのか、他に方法ないのないか。オッケーオッケーオッケー、もう一発オッケー。いやーここ難しいな、7回難しい。ちょっとなんか攻略を考えないといけませんね。で槍に変えます。いやー難しいなー。オッケー次行きましょう。まあ、こっからは特に何もないか、大丈夫か。はいはいはい、クールダウンも入ってるしね。地雷は使いやすいよ。おお結構届くね。そこ届く、そこ届くっていう上届いた。
いいね、いいね、いいね。やっぱここは槍よ。間違いなく槍が強い。オッケー。ナイス。よし。ナイス。ナイス、いいね。で、矢も増えると。357発。うん、こんぐらいあれば、もう最後まで安心じゃない？そうでもない。最後までは持たんか。終わりかな？はい、8回クリアでーす。乱射でいきます。ゴーレムもいいかなと思うんだけども、乱射これ結構揃ってるよね。マルチショットもあるし、連鎖反応もついてるんで、うん、結構いいのが揃ってくれてる。OK。あ、ここ思いっきり食らう。よし。OK。ナイス、いいよ。ちょっとここは。立ち位置を気にしながらやっていきましょう。一気に突っ込むとね、危なそうだもんね。あ、食らうか、ここ。いや、でも大丈夫。そこぐらいのダメージだったらなんとかなる。よし、 OK。 毒ダメージのね、でかさよ、ほんと。ドンドン、 OK。もういない？あ、いや、リップリーフいる。おお、固まった。よし。はい、9回クリアでーす。うん、階層がね、短い分難しい。おお、ほんとに難易度が結構高いわ。あぶね。あー、嫌いなステージが多いな。お、な、え、これ、あ、俺なんか勘違いしてた。あれ、あの雪玉を投げてるかと思ったら、なんか違うね。マッチ棒みたいなの投げてきてるな、あいつ。終わり？いや、まだいる。うん、意外と敵は多いけども、まあまあまあ大丈夫やね。はい、10回クリアでーす。うんうんうん。いや、これで半分か。なかなか厳しいな。火力なら両刃斧、安全性ならささやく槍。火力だ。いや、一応さ、輝き入れとこね。2ぐらい入れとけば大丈夫でしょう。 OK。 おお、どこ？下にいたんかい、嫌なやつ。ちょい、待って待って待って、結構こう嫌なやつだね、本当に。すっごい射程外から撃ってくるな。オッケー。敵の HP が高い、本当に高い。で、こっち下にもまだいるんか。いや、いない？こっちいないか。あ、下はいないですね。危な、危な、危な。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。よし。で、まだいるんかい。
ナイス、いい場所。6%90で、まあまあなんとか回復していってるね。あと輝きで、よし、10回クリアです。敵の攻撃力が高えな。スノーアーマー変える？いやいやいや、うん、もうこのまま行こう。うん、このまま行きます。まあこの攻撃速度とね、吸収でなんとかやっちゃいましょうよ。あ、行った、行った、行った。でも矢がたくさん出てきてくれるのは本当に嬉しい。よし、オッケー。いいね。こんだけ？あ、お前いるんかい。パワーレイスだね。おいおい、勝ったし、勝ったいし、いったいし、すごいね。いやー、なんかもう防具変えないと厳しい感じだ。いやいやいや、エンチャンター意外と多かったな。12回クリアです。いや、難易度高い今回ほんと。で、商人、え、どっち、あ、ユニークか。あー、乱射、うん、やっぱハープでガシガシいこう。もう339本あるんで十分でしょう、こんだけありゃ。うん、マルチショットでガシガシ打ってみましょう。で、地雷のダメージももう微妙になってきたね。うん、もう地雷じゃちょっと倒せないぜっていうぐらいになってきましたね。いた、 OKOKOK、 はい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 。いや、意外とまだ地雷現役か、意外とまだ使えるね。多いな。よし、いいよ、ナイス。終わりか。もう最後の最後にお前がいるんかい。でも大丈夫、スパイダーの攻撃速度があればやっていける。14回クリアでーす。いやー、防具がそろそろ欲しいなー。あー、スペランカー、あー、でもねー、耐久力はないんだ、耐久力ねえんだなー。いや、このまんまいきます。え、ボス何？さっき確か倒したけど忘れた。まあいいや、2体いるんかい。やっべ、倒す順番間違えた、倒す順番間違えた。あ、やばい、パワーシェイカー、あ、大丈夫ね。ブラインドもらうから、あー、でもどっちだ、ここいいよね、こっちで勝って。ちょっと待って、マジで硬い、勝った。え、イリュージョンからかな、カッチカチじゃん。よしよしよし、このブラインドもらうとどうしようもできないんだよ、当たんないもん、全然当たんないもん。 OKOK、 まあいけるでしょう、これだったら。 OK、 当
とは、できるだけ早めに倒したい。 OK。 めんどくさいやつが多い。今回本気で難しいね。ヌストでクールダウンでもいいと思うんだけども、いやー変えよう。さすがにもう HP が足らんわ。全然足りません。っていうかアーティファクトもまだなんか微妙な感じなんだよね。まあまあまあそのうち出てくると信じてクールダウンは入れましょう。ヌストでだいぶ HP は上がったからね。回復はしないけども、もう回復はしないんだけども大丈夫、いいさ。おい、痛い。いや、むしろこれでばっかり攻撃するからパワーシーカットはいらないか。むしろ近づく方がリスクだから。あぶねえ、めちゃくちゃ減るし、とんでもなく減ったね。ちょっと待って、敵マジで多い。敵の数えぐない、ほんと。今回結構運営さん本気出してる。あ、やっべ、オッケー。で、あとは奥の方にどんぐらいいるの。いや、ほんと多くない、敵がさ、えぐいぐらい多いよ。よし、はい、16回クリアでーす。なかなか厳しいよー。ここはいらないかなー。確かここがすっげえ難しかったんだよな。でもあれはマルチプレイでの話であって、ソロだったらそうでもないっしょ。いや厳しい。敵の数がえぐいって。オッケーオッケーオッケー。 でもまあまあまあ、倒したは倒した。オッケー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 、いいよ。よし、ちょっと待って、すごいな。よっしゃ、オッケーオッケー、いけた。ハープクロスボウだからいけたようなもんよ、本当に。いやー、ここ厳しいって。 HP がもうすでに結構厳しいもん。ポーションバリアする？あ、そうか、タンブルビー使っていってればまだマシだったか。いや、ポーションバリアの方がいいような気がする。ポーションバリアに変えよう。タンブルビーも今いいかもしんないけども、まあいいや。いいで、冷気だな。オッケー、このセットでいきます。連鎖反応も入れてね。で、ここか。なるほど、ここに地雷の罠をちょっとかけとこう。まあ、クールダウンないから、まあまあそこそこ長いね。長いけども全然大丈夫だ。おい、OK、 ナイス、いいよ。あと1回やられたら終わりだからね、結構注意していかないといけませんけども、まあまあ大丈夫か。いざとなったらポーションバリアもあるし、
大丈夫なはず。うん、矢の数もまだまだあるしね。よいしょ。すごいな今回。これは周回が難しいね。まあ攻略法さえ分かればなんとかなるとは思うけどね。一応守護の当店持っていこう。え、ここ初めて？あんまり見たことないぞ。うん、いや、ここやばいやばいやばい。あぶね、あまり前に出るな。あ、いや、ここ前あったか。うん、久しぶりのステージだわ、多分。あー、もう矢はどんどん使え。これまずいぞ。あるある、ここやったことある、懐かしい。よし、19回クリアです。はい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 、守護当店もこれ大当たり。いいやつねえなー。あー、まあ火力は高いからね、一応持っていくか。で、パワー商人でしょ？あ、そうか。ならば、うん。武器変えていった方が、パワーが高くなるんで、いいでしょう。112。あ、これぐらいあれば、十分じゃない？うん。でもね、一回死んじゃアウトだから、本当だったらここでダイナモつけて、うんうんうん。一発で2万ダメージだからね。つけていったらすごい安全なんだけども、まあ、それはやらないどこうよ。うん、それは、うん、なんかズルみたいな感じだから。やらずに、行きましょう。オッケー。一応、あれだけつけども、輝きを1だけ、あ、パワフルか。じゃあもうつけるやつねえな。スピードシナジーもそんなに意味ないしね。20% だからね。さあ、何が出てくるか。今さら地雷のダメージは入らないだろうしね。何が来る？おい、お前ね。あなたですね。どうせ HP 高いでしょ？高いね。で、火力もそこそこあるしな、これ。やっべ。これはなかなかですな。本当に今回結構運営さんが本気出して作ってるっぽいね。おお、なかなかですぞ。しゃっ、おいって、もう近寄らせてくれない、全然近寄らせてくれないじゃん。このダメージじゃなかなか倒せない。あー、まあまあ矢はまだあるし倒せはするね。おそらく事故らなければ。うん、危ない。よし、待って待って。ああ、つらい。本当につらいよ。どこにいる？ああ、ダメか。ほほほ、いつ、本当に。しゃ！ナイスナイス！めちゃくちゃチャンス。あー、でもそこまで減らせなかったか。あ、でも十分か、こんだけ減らせれば。うん、こんだけ減らせれば十分でしょう。もうちょいもうちょい、おいって、普通のレイス。
ちょい待って、ちょい待って。お、オッケーオッケー。いけたね。よし。もうちょい。ポーションバリア突っ込ませてくれ。よっしゃ。もうちょっとだ。どこどこどこ。ああ。ダメだったか。でもまあ次で倒せる、次で倒せる。いやー、お前最近さ出番多いよ。はい。まあなんかギリギリな感じだったんですけど、クリアですね。今回回想はね21回と短めだけども、結構運営さん本気です。難しいよ。では報酬見てみましょう。これは難しかったな。お、いいんじゃない。冬の指先、え、263のやつ欲しいぞ。なんだ、あー、虚無一いらない。勇者は下に、あー、下に主要なやつがある。ポーションバリアとクールダウン。なんだ、雪玉1、惜しい。雪玉3だったらよかったんだよ。これ1は5秒は短いな。ダメだ。あー惜しい。なんか報酬すっごい惜しい。はい、ということで、タワークリアです。難しいので注意してくださいね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。